3ヶ月4ヶ月というね、比較的短いスパンで骨端性が閉じるなんてことはよくあります。まず運動することが大事。その中で次に大事なのは時間ですよね。これに関して言うとあんまり関係ないと思う。昼寝をしやすくなったかっていう、身長が伸びる傾向があって、そういうことはないかなと思う。ただしすごく眠いっていうのはいい兆候だったりもすることもある。具体的にどういうことかというと、成長ホルモンがすごく分泌が盛んになると眠いんですね、簡単に言うとね。例えばですけども、成長ホルモンを投与したりすると眠くなったっていうね、表現をする方もいらっしゃるので、そういった意味だと少しは関係があるかもしれませんね。成長期にすごくきつい靴を履いたりすると足の成長がですね、少し止まるような可能性は少しはあると思う。なので、まあそれは確かにちょっと注意が必要かなと思います。正直言って1センチから2センチぐらい小さくなるぐらいであれば、身長に影響を与えるかというとそこまでも与えないようにも思います。ただね、もうきつい靴をね、ずっと履き続ける理由もよくわからないけども、そういったところが一つの答えになってくるかなと思います。ただ今回に関して言うとね、足のサイズ 23.5 ということで、まあ確かに小さいんですけども、極端に小さいというわけではないと思うので、23.5 ぐらいではあんまり影響ないんじゃないでしょうかね。この質問の答えに2つあります。パンがいい説と白米がいい説。新庄先生めっちゃ卑怯だなってね、思うかもしれないんだけども、両方説がありますね。もう少し具体的に説明させてください。まずパンの方がいいという説、これどうしてパンの方が身長に対していいのかっていうね、論理の仕組みなんですけども、欧米文化がパン文化だから、それにつきます。日本や東南アジアは比較的ですね、いわゆる米の文化、白米の文化ですよね。でどちらが身長が高いか、明らかに欧米の方の方が身長が高いので、そういった歴史的な背景や総合的な統計学から見てみると、パンの方が身長が高くなる可能性が少しはあるんじゃないかということをお伝えできると思います。もう一個別の回答としては、白米の方がいいでしょうという回答があります。でそれどういった根拠からなっているかというと、グルテン、皆さんなんとなく聞いたことあるかもしれないですけど、グルテンアレルギー、グルテンフリーなんてよく言ったりしますけども、パンにはですね、グルテンというものが含まれていて、それがですね、アレルギー物質としてですね、体の中で働いたりだとかして良くないでしょうというような理論があります。ですので、まあ、そういった理論からするとパンは良くないのかなという形になります。そういった意味だと白米摂取するというような形になります。今の2つの理論を当てはめた場合にどういうふうにして考えればいいかというと、グルテンアレルギーとかは採血したりすると分かります。検査してみて異常がない人はパンを食べる、異常があった人は白米にするみたいな、そんなのもね、もしかしていいかもしれません。参考になりますでしょうか。プロテインもね、本当にいろんな商品があるので、ジュニアプロテインという一括りで全部解説するのは非常に難しいんですけども、タンパク質を摂取するというのはおそらくですね、まあ身長にとってはいいと思います。ただし、いろんな商品ってあるんですよ。プロテインって書いてあるほとんど糖質とかね、ほとんどタンパク質含まれてなかったりだとか、いろんな商品があるので、本当にそこは注意が必要になりますので、総合して十分で判断していただくといいのではないでしょうか。まず成長期についてね、十分ご理解いただきたいんですけども、ここで指す成長期は、つまり二次成長期のことだと思うんですね。いわゆる思春期症状が始まってから、どれくらい身長が伸びるかってところなんですけども、二次成長期の期間についてお話しさせてください。一つ目のデータとしては、男性であれば11歳半から12歳頃から思春期の第二次成長期ってのが来て、13歳後に身長のピークがやってきて、15歳ぐらいになってくると、かなりですね、身長伸びが落ちてくるっていうのが表現できるかなと思いますので、そうしますと、二次成長期のぐんぐん伸びるのは12歳、13歳、14歳の3年間程度っていうのはね、表現ができるかもしれませんけど、いかがでしょうか。女性であればですけども、9歳から10歳ぐらいにかけて少しずつ身長伸びが上がってきて、ピークってなってくると10歳11歳12歳11歳が特にピークですね。いかがでしょうか。まず最初ですね、4ヶ月で骨端線が閉じるのかどうかってところなんですけど、閉じます。具体的に言うと、4ヶ月で体全身の骨端線が全部いきなり閉じるわけじゃなくて、体の部分部分から閉じていきます。例えば手であれば指の先からこう閉じてくるんですけども、3ヶ月前にですね、こう指先のレントゲンで骨端線が閉じてなかったのが、まあ、3ヶ月4ヶ月というね、比較的短いスパンで骨端線が閉じるなんてことはよくあります。逆に言うと、そういう風にですね、閉じる順番を把握しながら骨年齢というのを、ね、把握していくんですけども、全然あります。次ですね、ものすごくいいポイントで書いていただいてるんですけど、病院の撮り方でも違うんでしょうかっていうね、これも正しいです。普段の写真写りとかと同じだと思ってください。私もですね、まあ、ある動画を見ればすごく太ってるように見えるし、ある動画を見ればそこまで太ってなく見えることもあると思うし、ね、ちょっとした撮影条件で変わったりするんですね。当然、レントゲンっていうのはある程度一定の条件で撮影するわけなので、当然できるだけそこでブレないように設定をするものの、少しですね、見え方というのは変わったりもします。特に何が変わる
かっていうと、骨はですね、3次元構造 3D で構成されてるわけなんですけども、レントゲンはですね、それを 2D に落とし込むわけなんですね。まあこういった動画もそうですね、 3D から 2D に換算するときに見え方が変わるというのが事実になりますので、そこを総合してですね、イマジネーション豊かにこう評価していくっていうところが正しいやり方になってくると思います。参考になりますでしょうか。グラフ、つまりなんですけど、私の方で成長シートの方ですね、皆さんに配布しておりますけど、こちらはですね、日本人の平均的な身長伸びを表にしたものになります。こちらのシートはですね、真下に行くと最終身長が大体の予測がつくんですけども、ここ右に行っているということで、どういうことでしょうということなんですけども、結論から言うと最終身長が高くなっているというふうに、まあ、基本的には理解していただいて大丈夫です。基本的には右に行けば行くほど身長が高くなる。ただし注意が必要なのは、思春期のちょっと前の方ですごく大きく右にシフトするタイプっていうのは早熟傾向が強い印象になります。その後大きく左に乗ってくる可能性があるので注意が必要になります。目安としてはなんですけども、男の子であれば10歳未満で右に行ってるのは OK、 14歳以降思春期後半で右に行ってる分も最終身長が高くなる傾向が強いというふうに言えると思います。ただし一方でその間ですよね、10歳から12歳ぐらいまで思春期が始まるか始まらないかような時期で大きく右にシフトしているタイプの方の場合ですと、早熟結構強くて後で左に折り返してしまうケースもありますので注意が必要になります。女の子の場合も同様で、8歳未満ぐらいだとね、全然右にどんどん行けば行くほどいいかなっていうところなんですけど、8歳9歳10歳ぐらいでね、こう大きく右ぐっと行く場合だと、早熟であったり早発であったりするケースもありますので注意が必要になりますけど、参考になりますでしょう。食事をたくさん食べたせいで身長早く来るってことないと思うので、肥満になる可能性があるので、体重管理をして太りにくくて栄養素の高いものを摂取するというのは大事になってきます。これね、まあ良くないと思います。睡眠時間だけは確保できていても、睡眠質はどうでしょうかってところと、あとはスポーツをね、する習慣、食事習慣ね、そういった他の面において悪くなる可能性があると思います。メラトニンサプリに関して言うと、これはね、結構まあいろいろな意見があるかなと思います。表現が難しいんだけども、私が聞く範囲だと、アメリカは定番みたいな表現でね、いろんなところがそういうふうな話を聞いたことがあるんだけども、日本だとやっぱそこまで定着されたものではないかなというふうに思います。寝つきが悪いっていうところなんだけども、どれくらい寝つきが悪いのかっていうところでも、これを使用すべきかどうかっていうのは検討材料に入ってくると思います。幼児用ってことでも、今何歳ぐらいのお子様がね、指してらっしゃるのかわからないんですけど、メラトニンを薬物とするか、サプリとするかもかなり、ね、議論が分かれるところだと思うんだけども、そういった意味でもね、寝つきが悪いっていうだけで使うべきかどうかってなかなかコメント難しいですね。私自身はこの文章だけで進めることはないでしょうという答えでいいでしょうか。結論としてはですね、まあ、両方当てはまります。具体的に言うと、怪我で安静にしなくちゃいけない期間の長さによると思います。例えばなんですけども、軽い捻挫とかであれば、まずほぼ関係ないでしょうというふうな表現ができると思いますし、重篤な怪我をした場合で、入院期間が3ヶ月、6ヶ月、1年なんてなってくると、身長にとってある程度悪影響になってくると思います。それに対して、まあ、とか取り戻すことができるかというところなんですけども、1週間、2週間程度のものであれば影響なくですね、まあ、十分に取り戻せるという表現ができると思いますけども、3ヶ月ぐらいでも取り戻せるかなって気がするんですけど、まあ、6ヶ月以上ぐらいのね、強い咳が加わってくると、最終的にとっても少しマイナスになってくるような印象になってくると思いますので、やはりですね、まあ、怪我しないようにしていただくことが重要だと思います。統計学の話をしようかなと思います。最近ですね、私の方に受診いろんな方にしていただいてて、〇〇と〇〇は関係がありますかって質問、よく受けます。素晴らしいと思います。皆さんよく勉強していただいてとか、一生懸命ですね、身長に対してですね、向き合っていただいてるってところになってくると思います。その中でなんですけども、関係はありますかって質問ですね。これはあるかないかって表現になってくると思います。すべての事象が人間を作り上げていくのも 100% 間違いないですので、関係はあります。ただしなんですけども、どの程度関係性があるのか、論文上で示されているような内容なのか、その中でもですね、複数の論文で示されているような内容なのか、それらがですね、何センチ程度の影響をもたらすものなのかとかね、いろんなことが考えられます。例えばなんですけども、朝起きてから朝ごはんを食べるまでに3分間だけ計算の練習をするお子さんがいらっしゃったとします。その3分間の計算はその子のですね、学力向上にね、いいかっていう質問をですね、もし私が塾の先生で受けたとしたら、おそらくいいでしょうって答えになってくると思います。ただしじゃあそれをやったからといって有名大学に、ね、入学できるかとか、どういった話になってくるかっていうと、当然ね、
そういったことになりませんので、そういうふうにですね、悪くはないんだけども、すごく効果があるとか、そういったことではないよみたいなことってすごく多いです。例えばなんですけども、論文だと曖昧な表現でできませんので、有意差があるかどうかっていうところですね、統計学というね、学問を使って評価するわけになりますね。そういった意味だとですね、ほとんどの実証はですね、統計学にかけると有意差が出なくてですね、関係ないというふうな表現になりますね。ですので、朝起きた時に太陽の光を浴びることはですね、いいのかっていうふうな評価を受ければ私はいいと思いますよというふうに答えると思います。ただし、それが論文上でめちゃくちゃですね、有意性があるかというと、それは微妙なライン。ただし、すごく小さな子供の太陽に浴びる率と身長伸び率って関係があるかもしれないっていうデータがあったりもする。なので関係がないなんてことはないですし、太陽の光を浴びるってことはおそらく悪くはないように思われる。逆に言うとですけども、ものすごく日照時間の長い、どちらかというと暖かい国の方が身長低いっていうところからも、その関係性が非常に複雑であるってことがわかると思います。参考になりましたでしょうか。まあ、腕立ても縄跳びも私の中ではとやっていただいていいでしょうってところの表現だと思います。この質問のほとんどの意味というのは、例えばね、同じ150センチの男の子として並んだ時に、他の150センチの子にも足が大きいと、だから将来身長が大きくなるんじゃないかというふうに期待しているわけですね。で、それに関して言うと、こういった期待はある程度してもいいと私は思います。これは A ならば B が成り立ったら、 B ならば A が成り立たないんですよ。そういった意味だと、この論拠っていうのは今お話しするんですけども、大人はですね、基本的に手や足が大きい人の方が身長が高いというような相関図は間違いなくあります。例えば一番分かりやすいのと、男性と女性だとね、どっちの身長高いですかというと、男性の身長高いわけですね。どっちの足大きいですかというとね、明らかに男性が高いわけですね。まあ、そういった意味からも、大人のレベルで見たときは足のサイズが大きい方が身長が高い傾向にあるわけですから、足のサイズというのと身長というのはある程度何かしらの関係性、リレーションシップ、相関があるわけですね。なので子供においても逆算的に考えれば、ある程度関係性があるというふうに考えられるわけです。ただし、先ほどお伝えした大人で成り立つことが、じゃあ子供最終予測に関係があるかというと、現時点ではそういった予測は使っていません。ただし、今後こういったのが、まあ、データがね、多く出てこれば最終予測に使うってこともできると思います。ただね、なかなかね、そういったデータが出てくるのは難しいかもしれません。マイナス 2SD からプラス 2SD になることはほとんどないですね。その一方で、プラス 2SD からマイナス 2SD に行くっていうのは、まあまああるって表現です。簡単に言うと、思春期早発症、病的に思春期が早い子だと、そういったことで十分起きます。この方はですね、プラス 1.3 からプラス 1.5 で遺伝身長よりもやや高い値で推移してるってことですね。そういった方が遺伝身長に執着していくかっていう表現であれば、持っていかれるパターンはしばし散見されますので、あり得ます。ただし、1.3 から 1.5SD のまま、最終的に身長が伸びる方も多いです。水泳だろうがランニングだろうが、まず運動することが大事。その中で次に大事なのは時間ですよね。30分より60分、60分より120分の方が成長ホルモン分泌量が多くなるわけですから、まず時間を保ちましょうと。例えばですけども、ランニングよりもね、水泳の方が長くできる方であれば水泳の方が向いてるでしょうという表現ですし、逆もしかりですよね。なので時間が確保できる、もしくはなんだけども、水泳とランニング組み合わせる方が運動ボリュームが上がる。まあね、皆さん飽きますよ、同じことばっかりやってるとね。そういった意味で組み合わせる方がベストアンサーという表現だと思うんだけど、どちらの方がいいかというふうに言われれば、個人的水泳かなというふうに思っています。ランニングとかね、どうしても上下運動が大きくて重力負荷が多くて椎間板の負荷とか多いので、朝身長でキープするという概念化すると少し弱いのかなというところで、どちらかと言われれば水泳の方がおすすめになってきます。ただしランニングでいいと思いますので、ぜひ皆さんされてください。ミクロの視点じゃなくてマクロの視点からね、物事を捉えるとより一層いいと思います。